日はアドベンチャーワールドへようこそお越しくださいました。さあこちらから2頭一緒に2頭一緒に運動場へ向かいます。2頭とも非常におてんばな性格でして、なかなか私たちスタッフの言うことを聞いてくれないこともたくさんあるんですけれども、もうとにかく元気いっぱいですので、そんな可愛らしい元気な姿、今日もたくさんのお客様にご覧いただければと思います。はい、私の後を私の後をついてきてくれているのが妹の桃浜です。桃浜、どうやら今朝はお腹が空いているようで、早くミルクちょうだいよと、この後のミルクを心待ちにしている状態です。残念ながらまだ私持っておりませんので、もうちょっと待ってくださいね。粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量が全く違います。本当の頭皮ご覧の通り非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです、はい、もう待ちわびてますので、早速ミルクに渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。よいしょ。はい、それでは早速皆様の前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。はい、大きく通りなぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で足りないのを補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんからお乳をもらった大きい、今お腹はさほど空いておりません。お乳で足りなかった分もそして哺乳瓶で少し与えました。この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところなんです、はい、そしてミルクの後にはニトが最近よく食べますこちらのリンゴ、リンゴも与えます。